皆さんこんばんは。もう今宵も月が出てきた時間ですが、これが今日最後の撮影となります。次は何の曲でしょう。私はですよね、あのショパンの語る詩人でしたアルフレッド・コルトンのフィナータに行っていきたいと思います。フィナータじゃないです、ごめんなさい、コモリタです、ベルシューです。お自由です、ごめんなさい。この左手の口しかったと右手のコロ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 って頼んでるっていうのが必殺技です。コルトンのね、これ何て言うのかな、なんかパンなんだっけ、パンケーキ、パンなんだっけ、言っちゃダメですよ。そうなんですよ、すみません、内緒ですかね。ゆっくり、コムレさんもね、ぜひも皆さん、ゆるみゲームしっかり聞いていてください。高いのこれ、このジャケットご存知でしょうか。自分この教育アルバムのこのアルバムのこのアルバムの一枚のやつがオリジナルになってまして、確か3万5千円かしてまして、で金のね、レコードの真ん中のピンって出てる穴が開いてて、そこはゴールドになっていて、とても高く売れました。これ、聞こえますか、この歌技。やりたいよね。いや、やりたらいいんで。このタワゴロリっていう技できますかね、今の子。ショパンがね、子供の頃というかね、その前の赤ちゃんの、その前の教育かな、今とばかり、愛がつけましたね。長年夢を聞きたい。今が、コルトが大好きになり、生活だったんですね。大好き。そしてこの、大好き、この技は、何ペンペンを持って、ペン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 ね。洗練されてしまって。懐かしいですね。しますか、懐かしいですね、大江千里さん。自分一回だけ渡辺美里さんのコンサート行った時に、その時オグリカップのさよなら試合、さよならダビーですか。あ、これやりたらいいですか。ダビーだよね、あ、最後勝ったのね、オグリカップのダビーが最後勝った日に、自分は、渡辺美里さんを見たんです。こっち見て、これ終わっちゃいました。次に来てもらって。バラで違うんですよ。ずっと、渡辺美里さんに見たんですが、この、申し訳ありませんが、旅立ってきました。夢が終わったので、悩みさよなら。
ちょっと、あらず違うのまたやりたいと思います。